さあいよいよこれから 3WA の世界タッグ選手権試合でありますが、安倍さん、今日は突如豊田真奈美選手と、ね、コンビを組むことになった井上京子選手なんですけどもね、このカードが発表になった途端に豊田真奈美選手はぜひ山田敏夫と塩野さん組ませてくれとこういうふうに言ってましたよね。塩野さん、はいはい、ちょっとお話中すいません、今ですね、本部席で、レフェリーをどうしても山田がやりたいというふうに言ってるんですよ。なるほどなるほど。もう山田レフェリーと相談の結果、山田選手がレフェリーとして登場いたします。ああ、わかりました。はいはい。ということで話の続きになりましたが、まあなんとしてでも山田敏夫と組んでやりたいっていう風にコミッショナーにね懇願してましたでしょ。はい、その後これを一蹴されて受け入れられずに井上京子に変わったわけなんですけども、この辺りのねチャンピオンチームのそのコンビネーションというのを私たちこの実況放送席で一番気になるところなんですかね。どんなもんでしょうか。さあまずチャンピオンチームが行きました。チャンピオンチームの方はですね強烈に襲いかかっておりますが、しかし井上も負けておりません。今日は思わぬ挑戦権を手にいたしました。若い井上京子であります。もちろん張り切っているのはもう十分わかります。さあ井上、井上っていう選手もですね若いんですけども、今注目の選手の一人であることは確かであります。力も持っております。これから多く伸びる可能性も持っております。しかし先ほどもちょっとご紹介いたしましたようにチャンピオンチームといたしましてね、果たしてどうなんだろうという気が安倍さんねしないでもないんですけども、そうですね、改めて安倍さんの気持ちを聞かせてください。絵でしてこういう場合はね、即席ということでね、あんまりいい結果には出ないと思うんですけどね、作戦ですもんね。だからね、豊田も井上もね、はい、シングルとしてもいいものを持ってますからね、はい、それがまあいい方向にかみ合えばわからないなという部分がありますね。お互いの逆に言えば力をもう思い切って、今日はコンビっていう感じじゃなくて、自分の力を思い切って出せば、それがいい結果につながる可能性もあると。そうですね。ああ、そうですか。ただまあ試合最初からね、トヨタが出ようとしたら井上が止めたりね、ちょっとあんまりいいムードではないですね。しかも井上の場合はやはりちょっとトヨタとは違うね。セクションでしょ、なんといってもそうですよね。この辺りも心配ですよね。ジャガーなんかどういうふうに見てますか、今日のこの即席挑戦者チームなんですけども。そうですね、まあ一人ずつだったら力があってもね、まあ即席のペアっていうことではね、やっぱりタッグは2人で1つですからね、コミュニケーションがなければね、なかなか実力がそのまま出ませんからね、そういう部分で本当に安倍さんの言う通り難しいかもしれないですけどね。そうでしょうね。一人ずつには本当に力ありますから。はいはい。まあとにかく先ほどもちょっとご紹介いたしましたように、本来は山田敏夫が今日久々カムバック再起第一戦といたしまして、トヨタと組んで 3WA のタッグ戦を戦うのかなと私も思っておりましたし、ファンもほとんどの人たちが今日はそれを期待してこの会場に詰めかけていたようであります。しかしやはり山田はまだ無理なんだと。お医者様の正式な許可が出ていないということで、急遽この試合が始まります前に井上京子選手とパートナーが決定いたしました。その瞬間豊田真奈美選手はですね、やはり涙を流して懇願いたしました。この辺のところは三宅君が一番よく近くで見てましたよね。はい、もうなんでなんだっていうね表情を急に見せて、こちらにね血相を変えて、豊田の両選手が飛び込んできましてね。そうでしたね。で山田選手は本当この放送席の目の前で土下座までしてね、そうそうお願いだからやらせてくれと、で今コミッショナーがこの本部席いらっしゃいますんで、はい、そのあたりのコミッションとしての判断をね、もう一回改めて聞きたいと思うんですけど、はい、山田敏夫がやはりリングに上がれない、そのあたりの理由をもう一度聞かせていただきたい。やはりね主治医から OK が出ていないということが一番大切なことですね。やっぱりこの試合一つじゃないんでって、彼女はやっぱり大きな器だと思いますので、ね、ここできっちり直して、その上でトレーニングを積んでリングに上がるべきだと思います。急ぐことはないと思います。それが理由です。というコミッショナーの判断ということで、しかし試合の始まる前にまたすぐ山田選手が飛び込んできましてね、試合ができないならレフェリーとして、リングに上げてくれと、でこの願いは届けられました。まあそうでしょうね。ということなんですが、まあ、山田選手は、来週あたりからまた地方巡業に出ますけども、ここでエキシビションをね何試合か重ねながら、よかったら12月の後楽園ホール最後の試合にね、遅くても来年早々には、まあ、もちろん担当のお医者様の、ね最終決定がありますけども、ファンの前に、その待望の勇姿を見せることができるんじゃないかと私たちも大いに期待しているところであります。さあ試合が始まりました。今日は飛鳥の隣にね大森ゆかりさんがね、特別ゲストとしてね、リング上をじっと見つめてますけども、この 3WA のタッグ戦、まあ飛鳥もそれから大森もねたくさんの思い出がありますよね。飛鳥からも一言聞いておきましょうかね。こういった即席コンビで今日はチャレンジャーペアがね試合をしなくちゃいけないわけですけども、どうですか、試合が始まっちゃえばもう忘れちゃうというか、やっぱりタッグで一番重要なのはコンビネーションですから、例えば選手同士ね例えば性格が合わなかったとしてもやっぱりタッグとしてこうキャリアを積む中にね、やっぱり一つ相通ずるものをね、こう掴み取っていけるっていうのがあるんですよ。それが一番試合で重要だなって自分も思うんでね、やっぱりさっき安部さんもおっしゃいましたけどやっぱり即席っていうことに関してはちょっと不安が、大森もやはり大体同じような意見ですか。スタート見ました。最初ね、トヨタが出ようとしたところ、井上ですか、殴ってでも自分が出る、なんか自分で一人一人がなんか頑張ろうとしてて、タッグとしては今ちょっとどうかなって感じですね。タッチのチャンスなんか今だってあったんだけどね、これまたトヨタがねタッチしようとしないもんね。お互いに頑張ろうと思っちゃったんですね。これでいってるとね、やはりチャンピオンチームっていうのはね背中ですしね、十分にキャリアを積んでますから危ないところであります。特に今タイムドライバーでね頭を打ちました。この辺り本来だったら、まあ、信頼してる同士だったら当然タッチに行くでしょうしね、また手を伸ばすんですけども、井上京子もじっと見てます。いきませんね。さあましてじゃがこの北斗そして南っていうのは下から上がってくる後輩に対してはもう情け容赦ありませんもんね。最近むき出しの投手でしょ。そうですね、でもそれは当たり前のことですけどね。それだけにこういった即席コンビで果たしてどこまで戦えるかどうかであります。まあ個人技っていうか個人の力はもう十分であります。ご覧ください、豊田真奈美、この人が今大きく成長しております。大森ね、やはりトヨタがね、一番今ファンの熱い注目を集めてるみたいですよ。この子も本当闘志むき出しっていう顔してますね。しかも技術の裏付けみたいなのがあるでしょう。体は小さいんですけどね。ボディースターズががっちりと入りました。ちょっと苦しくなった北斗。塩野さん、今日はねぜひ大森さんにですね、北斗のね動きを見てもらいたいんですけど、タッグリーグでしたかね、大森さんね、あれでも一緒に組んだり、北斗がですね、私の師匠が今日は来てるんだと、大森さんはどういうふうに思うかどうかわからないけど、私は師匠だと思ってるんだと、北斗とか南とか言われても、うの鈴木って、そういうふうになっちゃうんですよね、うのうのって言われても、北斗とか言われても、ピンとこないんですよ。ぜひですね、うのが大きくなった自分をぜひ見てもらいたいと、こういうふうに言ってましたんで、ぜひお願いします。じっくり見させていただきます。そして今度は南にタッチしております。井上に対しても相当な声援が飛んでおります。今日の横浜文化体育館であります。そしてレフリーを務めております山田敏夫、まあ、考えてみれば北斗だって一時ねもうプロレスラー復帰は絶望かと言われたような大怪我をして、山田と同じような怪我ですよね。それで今こうしてチャンピオンベルトをねちゃんと巻いてるわけですから、山田としてもこの北斗の後にどうしても続きたい、そういった気持ちは大きいでしょう。今日はその山田選手にとって大きなチャンスだったんですけども、やはりまだ気は熟していなかったようであります。レフリーとしてこの試合に参加してくれております。さあ井上、おっとバックを取った、どうするか。このまま首固めの体勢でありますがカウントは1であります。この試合は60分3本勝負であります。おっとまたバックを取られました。さあお互いにバックの取り合いになった。井上がいった、ジャーマンが出た、カウントどうか。おっとカウント 2.5、 井上素晴らしかった。今度は右足を固めていきました。フィッシャーマンであります。これまた懸命にこらえました。さあ大技を連発しております井上京子。おっとバックを取られてお返した。これはちょっと体勢が崩れました。井上であります。そして南が待っている。南が強烈なキックであります。さあそして向こう側、今度は北斗が待っている。北斗はどうかと、強烈なミサイルキックは空振りに終わりました。さあ両足を固めるようにいたしました。どうするか、井上京子。おっと、なるほど。いやこれはアスカ、はい、井上いつの間にかこういう技を覚えたのかな、なんか得意技みたいでね、この間からジャイアントスイングを使ってくれてるんですけど、今のカウントは2であります。カウントはいや取ったのかな、3、入りましたね。入りましたか。あ、今度はなったんですけどもね。お、これはしかしラッキーという感じもいたします。際どいところでした。カウントが入りました。山田敏夫がカウントを入れました。さあこうなると、山田敏夫がねめくりを買って出たわけなんですけども、チャンピオンとしてはちょっと不本意だったでしょう。さあもう試合が始まってしまいました。ゴングを待たずに試合が始まってしまいました。予想通りエキサイトしております。今日の WWA のタッグ選手権試合であります。1本を取りましたが、今の1本については解説の安倍さんはどういうふうにご覧になりましたか。な大技でね、がっちり抱え込みましたからね。カウント3は認められますね。十分認めますよ。あ、そうですか。はい、微妙なカウントであったことは確かですけど。なるほど。入りましたからね。そうですか。はい。山田敏夫はね、やはりカウント3をきちっと入れるっていうのもレフェリーとしてなかなか決断のいるところですもんね。そのカウント3を入れました。しかし塩野さん、今の微妙な判定でね、山田に対して何か北斗がやるかなと思いましたけども、さすがなんかチャンピオンの貫禄というか、そうか分かった、じゃあ1本は相手にやろうじゃないかみたいなね、そんな雰囲気だったですよね。余裕もありましたね。それから今私もね微妙だなと思ったんですけども、安倍さんの解説を聞くとね、やはり大技でピチッと入ったそうですからね。これは十分取られた方の北斗としても分かってるんですよね。さあどうか、おっとこれは。今何に行こうとしたんでしょうかね。トヨタさんだと思うんですけどね。最近ね一発見したくてしょうがないと言っておりました。直訳すれば日本海ツープレックスでありますが、これが2つ目終わりました。さあどうやら流れはチャンピオンチーム側に移ったようであります。パワーボムが入りました。そしてどうするか。トップオープンに上がってチャンピオン2人が強烈なミサイルキック左右から浴びせました。これは強烈であります。トヨタたまりません。そして今度は南が1回転でやります。さあどうか、カウントは3、あっという間に返しました。1本1本になりました。なるほど、いつでも1本は取れると、そういった感じで受け取っております。チャンピオンチームあっという間に1本を返しまして、1本1本。今のは1本を取られた後の安倍さん、チャンピオンチームの速攻だったですね。そうですね、やっぱ井上の椅子がね、トヨタに当たった、誤爆したのもね、なるほど、なるほど、あれもありましたか。ちょっと3本目、それが心配されますね。やはり最初から心配されていた2人のコンビネーションというのがね、1本1本になって、土壇場に来て、どうなるか、ちょっと、これは、同士打ちですよ。こういうことをしたんじゃなかなか試合にジャガー勝てないんじゃないでしょうかね。もうさっきからペアでありながらね、この2人が対決しているような感じのところがありましたからね。これしちゃいけませんよね。そうですね、決まった以上はやはりピシッとね。あっとゴング前、またも襲いかかりましたのが南鈴鹿であります。さあトヨタ1本をチャレンジチームが取ったんですけども、2本があっという間に返されました。1本1本から決勝の3本目に入りました。横浜文化体育館、もう一つね情報があるんですが、まだね出してないんですけどもね、北斗が今日ですね新しい技を1個出すっていうふうにね試合前言ってたんですよ。北斗前々から出してはいたんですが、名前がついてちょっと DDT の変形なんですけども、ノーザンライトボムと北斗のボムっていうことですかね、ノーザンライトボムというですね、名前を付けたらそうですが、ちょっと僕もね、前一回見たことがあるんですが、横に落とすような感じで、脳天から相手をマットに叩きつけるんですよ。なるほど。これ出るとその時また僕言いますけども、よろしくお願いします。ノーザンライトボムという技を今日出すと、これは北斗のオリジナル。ただまだ出てませんので、3本目に出る可能性多いですね。はい。一つ期待しましょう。まあいろんな技を開発しながらね、やはりいいタイミングで使おうと思ってるんですけども、逆にその技のことばかりが頭にあると、そのために全体の流れを壊すってこともありますし、難しいですね。そうですね。さっきのね、トヨタのジャパニーズオーシャンもね、まだ出すタイミングではないのかなというところでね、出してしまいましたね。そうでしたね。あれが綺麗に決まればですね、あるいはストレート勝ちということも目論んでいたのかもわかりませんですけどもね。さあ、強烈。これは井上京子、鮮やかなドロップキックが入りました。さあ、もう一発どうか。ボディアタックでいきました。そしてもう一回マットに振って、おっと、これは抱え上げられて場外にあっという間。さあ、北斗が飛ぶか、北斗が飛ぶか、一番高いところに上がって飛ぶか、強烈であります。放送席の前、もう一回飛んだ。今度はトヨタが飛びました。強烈な場外戦が展開されている。今度は南がいった。いやー、高いところから南が飛んだ。そしてトヨタが飛んだ。試合は場外戦にエスカレートしております。大森さん、どうですか、今日の 3WA。 すごいですね。やっぱりチャンピオンチームもですね、結構タジタジしてますね。してるところもある。飛鳥挑戦者ペアが気持ちは今一つになってないけども、しかし個人技でいけば十分通用するだけの力は持ってますね。そうですね。個人個人の力がね、割とパワーがありますから、2人が仲違いしていることにね、チャンピオンチームが惑わされてはいけないと思います。なるほどね。独特のね、回し蹴り綺麗に入っておりまして、これはどうか。さあ、井上がちょっとフラフラしてますね。ここは大ピンチになった。本来はトヨタがちょっと助けなくちゃいけないんですけども、パワームからそのまま抑え込めるかどうか。体勢が崩れてしまった。今度は井上がいくか。しかし足がロープにかかっているかどうか。またカウントは2であります。今日はレグリーを務めております山田敏夫。本来でしたらトヨタとコンビを組んで、この 3WA のチャンピオンベルトへの挑戦がほとんど確実かと思われたんですけども、残念ながら挑戦の許可は出ませんでした。したがって急遽トヨタとコンビを組みました井上京子。大きなチャンスが巡ってまいりました。1本1本から決勝の3本目に入りました。やはり何かタッチするときにね、気持ちがこもってないっていうか、いわゆる友情のタッチがないもんですからね。作戦見ていても、しかもこれが挑戦者チームですもんね、阿部さん。ちょっとね、タイにはなったんですけどね。まだまだちょっとまだぎくしゃくしすぎですね。そうそう、心のこもったタッチになってないような気がしてね、この辺りが残念であります。しかし勝負は分かりません。さあ、井上苦しかったらトヨタが待っている。エプロンのトヨタが待っているんですけども、どうなんでしょうか。ここで大技が炸裂するとちょっと危なくなるが、さあトップロープで待っている。これは強い井上、一暴れいたしました。さあどうか。振り子に行こうとしているんでしょうか。しかし途中で体勢が崩れてしまいました。さあ両腕をしっかりと取った。振り子に行ってますけどもね。しかしこれは体勢やはり十分ではなかったんでしょう。うまく持ち上げることができませんでした。さあ井上、まだ自分一人でたかっています。バックフリップ強烈に決まりました。さあ今度はどうするか。バックブリーカーの体勢に持っていきました。バックブリーカーであります。さあいいタイミングで、本来ですとトヨタにタッチしたいんですけども、どうでしょう。獅子奮迅の大活躍というところ。井上京子、南鈴鹿もちょっとタリタリとしております。なかなかチャレンジチームやってるね。手を伸ばさないんだよね、トヨタがね。本当はね、心を込めてタッチをしてもらいたい、そんな気持ちがいたしますが、ちょっと無理か。強烈なドロップキックが入りました。これが強烈であります。さあ南鈴子は完全にバテバテ。さあここでタッチか。ちょっと手を伸ばそうとしておりますが、バックを取った。やりました。いやー、体が柔らかい。すごいですね。カブトバス、すごいでしょう。自分なんてもついてないですよ。はいはい。あれだけの体の柔らかさ。やはりジャーマンなんか、おっと、今度は出た。これはどうでしょうか。決まったか、場所が悪かった。これがジャパニーズオーシャンスープレックスって言うんですか。まだ自分の技にするには今一つでしょうね。タイミングといい。そうですね。はい。まだ2回ですからね。決めたの。そう。なんとかね、こういった 3WA という大きな日の舞台で決めてもらいたいところなんですけども、今のはややバッといった感じでした。さあ北斗がってまいりました。強烈なミサイルキック、炸裂でカウント 2.5 でした。さあ北斗、この辺りでそろそろ勝負を決めるか。さあどうでしょうか。今のドラゴンですか。なるほどね。ちょっと上の方からもう1回行こうとしておりますけども、さあこれはどうか。次々に大技が出ます。カウントはしかしいずれも3決まりません。さあどうやらこの 3WA の世界各選手権試合も大詰めを迎えようとしております。さあスリーパーフォールで巻いた、持っていった北斗晶、完全にトヨタを捕まえた。さあどうか。ここは本当は井上が入らなくちゃいけない。井上が入らなくちゃいけない。トヨタが危なくなった。トヨタ危なくなった。中途半端な感じですね。あそこあれじゃいけないんでしょ、各選。そうですね。ちょっとトヨタピンチでしょ。ね、シングルをね、やってるので、そうそうそう。じゃがこれ長引くと危ないんじゃないの。そうですね、落ちちゃいますからね。はいはい。がっちりとスリーパーが入っております。自分で外せとか言ってましたよ。そうか、自分で外せって、いやー、がっちりと深く入ってしまいました。ちょっとトヨタ、顔面蒼白になりました。ここは当然、ちょっと井上京子に入ってもらいたいところ、ロープを譲ってるんですけども、今一つ、心の連携プレーが今日はありません、挑戦者ペアであります。井上としては行きたいんですけども、なかなか入れません。しかしそれにしてもトヨタの体の柔らかさ抜群であります。攻めあぐんでいる。今なんかでも冷静にやはりカウントを見ておりましたトヨタ真奈美です。そして南鈴鹿が入りました。さあ今度は南、どうトヨタを攻めますか。まず滞空時間が長くブレンバスターから入っていきました。そしてまた同じようにスリーパー、やはり集中的にトヨタに行ってるんでしょうかね、安倍さん、作戦として。ちょっとトヨタが捕まってね、先ほどが指摘された通り、井上が助けに入らないと、入らないんですよね。それからトヨタも手を伸ばしませんしね、この辺りがもう最初から心配されたんですけども、やはり予想通りの展開になっております。本来ですと、これじゃあね、なかなか挑戦者チーム、勝てるわけがないんですけども、そこはしかし、卓越した個人技を持っております。トヨタ、そして井上両選手でやります。さあ今度はトヨタ、攻勢に出ましたが、しかし自分が連れて行かれたところは相手のコーナーであります。これではどうしようもありません。こういった攻め方をされたんじゃトヨタ得意のね、空中殺法も大ざま出ません。普通の選手だったらちょっと耐えられないんじゃありませんかね。もう普通はギブアップですけどね。いやー、強烈な技が入っております。いやー、見ているだけで苦しくなりますトヨタ。塩野さん、トヨタに対する声援とね、井上何やってんだっていうね、罵声とね、相仲間してますね。そうでしょうね。井上京子、しかし冷静な表情でトヨタが徹底的に攻められているんですが、これを守っております。危なかった、なんとか足を伸ばしました。さあトヨタ、本来でしたら井上のところに行くべきであります。ここはタッチをなんとか求めなくちゃいけないんですけども、トヨタももう意地を張って全く井上のところに行こうとしません。ああ、今なんかタッチのチャンスなんですが行きませんね。ああ、ここはタッチだ。ここはタッチ。さあ井上が出ました。待ってました。さあ井上どうか。井上の突進殺法だ。さあそしてキックが入りました。そしてしかし逆襲だ。カウントが2であります。今度は北斗が出ました。井上元気いっぱい登場してまいりましたが、さあどうか。おお、ちょっとチョップが出ました。そして初めて2人攻撃か。ダーッと逆に背中を蹴ってしまいました。やはり今一つ気持ちが乗っておりません。気持ちが合っておりません。同士打ちになりました。カウントはどうでしょう。危ない。挑戦者チームピンチの連続であります。全く気が合っておりません。さあチャンピオンチーム、これをうまくかいくぐった。もう1回挑戦者チームに2人攻撃か見たいところなんですけども、どうでしょうか。もう出ないか。トップロープに上がって、さあ必殺の2人攻撃か出るか。ようやく出ました。トヨタようやく出ました。これです、これです。これが出てこないピッチャーダメでありますね。えとにかくピンチと見てがむしゃらに出ていきましたが、今一つ気が乗ってなかったか。おっと今のはどうだったんでしょうかね。えトヨタが思わず下に落ちてしまいました。今のですね、カウント3が入った。カウント3が入りました。うまかったですね。